ああ、こんばんは、お疲れ様です。こんばんは、声聞こえますか。またいつも通りちょっと遅れておりますが、スパツ X、イベントを行います。今日は何にしましょうという感じですね。あ、どうもありがとうございます。ちーくんも来てよ。今日はサイコクロニック久しぶりの、今日はなんかチーム戦やりたいですね。チームでやりましょう。今からルール考えます。少々お待ちください。現在のところ13名ですね。メンバーは外、ピクシブの無限、サイコクロニック、カワシム、ヒデ、グリグラ、ミア、トネピー、ニーア、クサツノッピ、テ、セオ、オカムとなっております。じゃあ視聴者の皆様からやりたいルールないか募っちゃおうかな。何か案があったら、面白いのあったら採用いたしますので。チーム戦がいいですね今日は。なんか面白いルールないかな。普通にやってもいいですけど、画面下半分はやりすぎです。この間ゲージでも阿炎共感だったんで、画面下半分はちょっとやりすぎですね。ゲージなしも面白かったっすよね。ゲージなしというか、ゲージ全部見えないやつ。右半分、いや、あのね、あまり大きく隠れると良くないな。あ、ムーさん来てよ。右半分はね、やめときましょう。スパコン禁止で打っちゃうと負けのやつありましたね。なんか唐突にスパコンを出して終わったような覚えがありますよ。決勝戦でス
スパコンを出して負けた人がそこにいますね。いろはさんと僕が優勝したんでよく覚えてます。あ、これ秀流じゃないです。隣の台が映ってるだけですね。カワシム流です。とんでもない動きしますね。さあ、画面隠す系以外でお願いします。一番出すのが難しいスパコンを出して負けたんですからね。最近ちょっとレバー上要素が効かないなら僕はダルシムを使います。ダルシムかガイルかな。インフェルノボタンは、うちのコンパニーはついてません。なんかね、ルールを募ってるところなんですけども、ろくでもないことばっかり言いやがって。ボタンゲー面白いんだけど、あれたまにやるから面白いんですよ。いつもそれになるとだいぶやばい。16人ぐらいでできれば理想ですね。今日はね、チーム戦やりたい気分ですよ。コマンド対ため名古屋のパクル。半々ぐらいなりそうですかね。1、2、3、4、5。まあトネピーとニーヤーさん次第かな。ホンダはどっちに入ってもいいっていうのがいいですね。 S ホンダはためキャラです。おいつもないからね。キャラをランダムで決めた後 X か S をくじ引きで決める。面白いですよね。遠征の方とかいるのでメインキャラ使わせてあげたいなって感じですね。こんばんは、お疲れっす。まあそろそろ締め切りますか。30分だし。チーム戦ってよく言ってたけど、チーム戦じゃなくてもいいです。ダルシムでしょ、ダルシムでしょ。トネピーわかんない。ダルシムでしょ。ヘデがチュンでしょ。ホンダトネピーが何使うかなんですけど、ホンダも3人、ホンダが3人か4人。
ゲームキャラの地域別対抗戦。おー、アジア対北中南米、アジアばっかりになるね。ダルシム多いしね。ダルシムチュンリーでとホンダですからね。結構圧倒的ですね。チュンリーチーム対ダルシムチームやる？チュンリーチーム対ダルシムチーム、チュンリーダルシム対他でもいいですよ。我らが角さんがいるから大丈夫です。じゃあチュンリーチーム対ダルシムチームでやりますか。ダルシムが現在3体、チュンリーが4体。うん、まあ、あの基本的に何使ってもいいです。ニーアサキャラは何でもいい。わかりました。じゃあ皆さんの試合そろそろストップでお願いします。の試合これラストでお願いします。そうすると7対7ですね。他のゲームだったんですけど 5-on-5 2先っていうのをやってたんで、だったらこれ 7-on-7 なんで2先でもいいかも。そうですね。いや、じゃあそうしましょうか。オッケー。グリグラさんの案でいきます。今日はチュンリーチーム対ダルシムチーム東西戦で、他のキャラ使う人もいっぱい今いるんで、それはうまく取っててください。で、今日は星取り戦にします。星取り戦で、まあ先方対先方しか当たらない、中堅対中堅しか当たらないって感じです。ほんでそれを2先でやりましょう。あ、トレピーキャラは？じゃあ皆さんの GI ストップでお願いします。一人用の人は特に終わってください。こっち来て。じゃあチュンリーチームのリーダーを瀬尾くんだな。瀬尾くんとダルシムチーム川島さん、川島瀬尾でチーム取り合ってください。お願いします。
今、チーム分けを瀬尾くんと川島さんで、取り合ってってもらってます。今日は東西戦形式ですけども勝ち抜きではありません。東西戦形式の星取り戦です。どういう風に並べるかは、皆さん各チームで、うまく配置してください。はい、の試合ストップね。ストップしてください。あとこれトネピーのお土産かが10万石10万石まんじゅう、うますぎるやつ、10個しかないので最終的に勝ったチームかな。はい、まんじゅうって英語でなんて言うんだ。英語でまんじゅうってなんだ。はい、決まったよ。それでは、1P 側がチュンリチーム、 2P 側がダルシムチームで、今ちょっと用紙出してきますね。
最後になったら勝手に見ればいいよ。あ、それ負けた方の。はい、すいません、お待たせしております。今順番を決めております。少々お待ちください。順番を決めております。今回星取り戦でやるので、先方対先方、中継対中継しか当たらないって感じなのね。だからすぐ終わるんだね。それを2先でやろうと思って。俺いない。グリ、え、グリグラいない。何、え、グリグラさんがいない。皆さんこんばんは、ヒデチュンリーでーす。ごめん、ワンピー側だ。ワンピーが7人いる？いない？いない？さあ今日はチュンリーチームがワンピー側、ダルシムチームがツーピー側での東西戦ですね。で、川シムさんが人を取るじゃんけんでニーヤーさんを真っ先に取ったと言ってました。喜ぶのはダルシムだけなんですよ。ニーヤーさんはチュンリーとはやりたくないと思うので。はい。確かに。あ、破天荒さんも、あ、ヒデイキロ、あ、ヒデイキロ、ありがとうございます。もともとはヒデ死ねですからね。ちょ、はい、まあ、最近ヒデ死ねの流れがなくなってきたのですごい嬉しい限りですね。あ、皆さんこんばんは。あゆさとさんに、破天荒さんに、あ、ツイッターでつながってる、皆さんコメントありがとうございます。ちはるさん、あ、ちはるさんなんだ。あのグラップラーバキのちはるですよ。ん、さて、とりあえず今順番決め。チュンリーチームはまあ草さん、瀬尾さんがいるのでとても心強いメンツ。ダルシムチームはツノッピさん、ニーヤーさん、カワシムさんあたりがかなり厄介な。なんすかこの画像。ちはる、へえ、質問怠慢ってのはなんだ。最強は誰か。これあれですね、なんか見たことあれだな。グラップラーバキという漫画ですね。あ、バキだ、そうだそうだ。省略した。お疲れ様です。順番決まったかな。さてさて、あと最後。じゃあ両者決まったら教えてください。はい、一番だけ書けばいいですよ。とりあえずかぶせ合い。え、これ順番先決め、先決め、先方対先方で当たっていくから、星取り戦です。毎回リセットしないといけないけどね。ん、あ、勝ち抜き戦じゃなくて。勝ち抜きではありません。ない。星取り戦です。へえ。あ、じゃあかぶせる場合、場所によっては勝ち越す場合があるみたいな。そう。なるほど。だから短く終わるんで。うんうん。2回くらい。2先ですね。あ、OK です。2先いいですね。3戦勝負。チーム戦ですからね。皆さん身内とかチームメイトを応援してあげてください。ニカさんはどっちチーム？僕はね、ワンピー側に入って。お、これは熱い。はい、カナダのチュンリーさん、あ、サイコクロニックさん来てますよ。熱いな。チュンリー3体、バイソン1体、いいね。ワンピーチュンリー3体、バイソン、ホンダ、フェイロン来た。これは勝った。これは勝ったな。ったフラグ OK。 じゃあまずワンピー、スーピーともに OK。 OK。はい、じゃあワンピー側から書いていきますね。ニック、ヒデ、ポネ。え、これここの順番なの？らしい。セオ、グリグラ。はい、2P 側はツーノッピ。ふざけんなよ、マジかよ。
無限カワシム、ミヤ、あ、そこか、違った、ニー、あ、はい、お、こう当たります、はい、はい、はい、1P 側サイコクロニック、 2P 側ツノッピー、お、始めましょう、イエーイ、まあ、人数少ないんですけどね、ちょっと盛り上げていきましょう、皆さんよろしくお願いします。それではスタートボタンを押しちゃってください、レッツゴー。勝ち抜きじゃないですからね、目の前の相手をぶっ倒せってことですね。そう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 、すごい単純で分かりやすい。さあ 1P 側はカナダから来たサイコクロニックチュンリー、サイコクロニック、久しぶりですね、何年か前に、はい、それこそ何週間もいた、あ、そうなんですね、はい、うおー、ここで出す、逃げ出して真ん中に行く、なるほど、おっと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 、カメラ出ないぞ、カメラちょっと直してあげて、カメラを、はい、ツノッピガイル対サイコクロニックでスタート。さあどうする、あー、これは使わされた、厳しい、カラジャンからの戦列を、おお、逃げる、あーサマー、そしてバイシクルキック、あれ確かに逃げるの正解ですね、あれはチュンリー側としてもガード前提で飛んでいってるので、はい、う、裏剣、まあ、裏剣、そして歩いて剣をガード、うまい、さあうまいですね、さあこの剣キックを食らうと、まあ、1回投げかくぐらいのダメージをもらうので、おっと、そうですね、うまい、あー、いなし方がうまい、ツノッピ勝利、まずは 2P 側が先行、そして 1P 側ヒデ、 2P 側オカム、オカムさん、え、聞かない、マジか、じゃあ開けとくしかねえな、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、はい、お待たせしました、ヒデ対オカム行きましょう、ワンピー側下空いてるから足元気をつけてください、次ワンピートネピー、ツーピー無限で、まずツーピー側が先行した状態でヒデ対オカム、おー、開幕100巻めくりを落とす、あのめくり百貫はちゃんと引き付けないとまともには落ちません、あと百列を上から殴れるキャラ、お、百列やめてのテンションが間に合って、さあオカムーホンダ、名前が似てる中ムーホンダっぽく、さあこれはおっと間に合わない、あれは立ちガードから行った方がいいですね、おお、名前が似ている中村ホンダっぽくシャックソです、開幕、お、一方勝ちした、百列いて、百貫今度落ちない、さあ百貫の弱中強で、お、投げて抜けた、さあこれは鬼無双で逃げ出した、おいしいが、ゲージが溜まりそうだ、ゲージが溜まってしまった、こっからどうする、ホンダはこの状況ゲージを止めた方がいいと思う、あ、まだ知らない、おっとどうする、飛び込んでいく、あの飛び込みが強いんです、
さあとゲージが溜める前に、おお。さあやり遂げたオカム。おお。非常に運がいい。バックジャンプ中盤を超早出ししてたってことですね。さあこのビンタがあんま減らないんですけど結構萎える。そして一瞬でゲージが溜まって何かを狙っていた。瀬尾くんの真似はできないな。やめといた方がいい。さあヒデがガン守り、飛行拳落とされた。おーいちょーからの百貫しっかり。これはよく待っていた。ヒデが勝ってこれでイーブに戻す。トネピー 1P 無限 2P。 おっと、あ、電源落としちゃった。もう一回つけて。あ、ありがとう。はいはい、ホストリだ。さあキャミーダル、トネピーくんのキャミーと、トネピーは今日人が少ないキャラいますかっつって、はい、キャミーは誰も使ってませんよと言ったらキャミーでした。なるほど。そしたらうまく当たりましたね。うまい具合に。しかしここはスラタイクキャノン。マジ、うん、キャノンは、はい、それなりに無敵時間ありますからね。あ、そうなんですね。さあ投げて打ち身はある。さすが。しかしウキャノン。無限くんはですね、バックジャンプ入れっぱなしが非常に多いのでその辺はもうデータとして揃っている感じ、うんうんうん。あとはあれですね、結構暴れる癖があると思うんでその辺を。おっとなんですよね。おっと、これは当たらない。チューチュー。しかし食らってフーリガン。あ、これは死んだ。あ、これはまだ分からん。ピオンないよ。フーリガン、これはセットコン運んで死にかく。死んだ。さすがトネビー安定しますね。さあこれで 1P 側が2勝ですね。草対カワシム、これ熱い。これ熱いね。左から2番目。わお。え、ちょっとだけ皆さんお待ちくださいませ。さあ草対カワシム。さあカワシムさんがリラックスモード突入。リラックスモードして技が出なかったらまずいのではと思いますが、まあ試合前のリラックスすごい大事ですね。やりたいことをちゃんとやっていく。さあ準備が整った模様です。ではカワシムさんが早くも選択。さあ 1P 先行で、はい、最初のクラスが出てくる。これ熱いね。どっちが勝つかちょっと読めない組み合わせ。開幕大事。どっち100レストブラスト。ブラスト画面端に行ってしまったがゲージはちょっと回収できたから OK かな。おっとバカになって、おお減ったあれ見えないね。行って帰ってきましたね。ですね。私も細いからああいうことが結構あります。へえ。教えがね、強いキャラと弱いキャラがいるんで、はい、絶対に表にしか行かないやつとか、うまいな、裏行きやすいキャラとか、はい。さあどっち背中。うまい。これはあっと、おっと、でもこの体力だったら変に暴れなければ使えばいいんじゃないですか。うん。ああこれは美味しい。おっと投げ出ない。無理しなければチュンリーの加勢でしょ。チュンリーが有利な状況、うん。カーシムどうする。おー、高いなり。高かった。高めぐらい素晴らしいですね。さあこれで 1P 側が3勝4勝したら勝ちですからね。はい、セオ対ミヤ、はい、勝ったな。ミヤさーん
あ、クレジットを入れたって。すんませんね。さあやっていきましょう。ワンピー側が瀬尾さんのチュンリー、ツーピー側がミヤさんの剣。さあお互いに開幕どういう読み合いをするのか。まずは波動ヒットで、はい、お、剣にも使える対空気功剣、あれいいですね。さあもりもり溜まっていく。さあ下がりが前が膝が入って、どっち、おお、これはさあヒット、おっと踏めない、冷静けど、うまい、うますぎるだろ。どうすんのこれ。うー、さあ宮剣前に行けない。うわー冷静金的、ね、そうそうぶっ放してくれないので、そうですね、絶対見てからですからね。うまい、踏み込めるんじゃないかな逆に。ああそうもならなかった。あれ小足の当て方いいですね、しゃがむ弱、はい、弱小足の当て方すっごい参考になります。シャーミジャックキックの先端は剣の昇竜拳すら当たらないですね。すごいですね、さすが膝まで無敵。さあまたしてもリードは宮剣ですが、ですがどうやってこじ開ける、ダメージをどうやって取るのか悩んでる模様。しかしゲージはモリモリ溜まって、溜まった。さあ逃げた、波動拳を打つ、あーっと、これは運がいい、でかい、しかしうぅ、さあ落として、うぅ、これは厳しい、あうまい、コパン、うまい、うまい、うまい、うますぎる。というわけでワンピー側勝利。まずはこれさ、残りやろうか、やりましょうか。じゃあ2回転ニカさんとテさん、そうで星の数をとりあえずカウントはしておきます。そうですね、後でテさん 2P です。ニカさん 1P。 バイソンダルシム、これかぶせ方がすごい大事になりますね、 1P 2P ともに。さあ、あれ？あ、いつもの色？これいつもの色か、 4WD カラーじゃない、いつもの色。さあ踏まされたが、さあこのファイアモードをどれだけダメージをもらわずにゲージを貯められるか。さあ踏み込んだ、これだけでもでかいが、おっと、しかし投げ返した、これでゲージもりっと、しかも体力もほぼ並ぶ。うっ、さてドリルで突っ込んでゴチゴチ、まだ大丈夫。あ、これはさすがに、あ、一回しゃがんでからの投げ、いいですね今の。完全にガードするだろう、インフェルノ削りを釣りに使いましたね、いいですね。さあ嫌な感じでフラストフラストで画面端に追いやって、無理なところは無理しない、しかしアッパーからアントビ、ゲージ森と回収してバレている。さあ安直に技が触れなくなったバイソンが、あとダルシム側だが、さあヘッド、うっ、これは果敢ですね。さてどうなる。さあこれは中パンもらったが安く済んだか、出がかりに潰してヘッド、ここからどうなる、無理なところはヘッドを出さず、おお、これは画面端で、おお、さあこれで当たんないが5ドット削り、うわー投げにいったところはバレバレ、しかしどうなる、うわーヘッド出す、ニカさん勝利。グリグラさん対ニーヤーさん、フェイロンホンダ、じゃあはは新しいですね、試合やる前に今あのじゃんけんで終わりにしよっかみたいな感じの案が出てましたけど、新しいな。
まあでも、スト2も言ってしまえば、じゃんけんスパークそのものなんで、やっぱじゃんけん勝ってる人が強いですよね。読み合いしっかりした上で。うおーマジか。あれが、あっ、おーっと、レッカーうまくつないで、うっ、頭突き、無理やり。うわ、マジか、くらせ、うますぎる。うわー、全体よ、今の。まあ、ほぼそうですね。すごいな、遅らせ遅らせの100巻。すごいな、支援にも100、レックにも、うー見てから劣化神経にも多分大丈夫ですね。へえ、お尻入らない、見られるとダメでしょ。うえ、減る減る減る、なんだこれ、うわー厳しい、オカマが入って試合終了。さあこれで5対2ですか。5対2ですね。さあ2回戦いきますか。はい、マイク、じゃあ、トネピーさん喋りません？僕だけだとちょっと忍びないんで。ニアさん次ですよ、そのまま。あ、そのまま連チャン。最高、最高クロニックさん対ニアさん。チュンリー、チュンリー、はい、どうですか、さっき、はい、チュンリーをちゃんと、はい、お見事、倒したヒデさんとしては、はい、これはニーアさん、ニーアさんは解説していただきたいですね、チュンリー側の目線で。チュンリー側の目線としては、とりあえず落としたいですね。飛びに対しては必ず、ちょっと辛い、大丈夫、あー、うまい。逆に中パンが出てましたか。逆に、しかしおあー、ここは勇気の、うー、背中切り強い、うわ背中切り強ない、あれやばいっすね。何あれ、頭突きしてもなんか無理そうでしたね。確かに100巻じゃなくてもあれー酔ってああいう血みたいな、うん、あーこれは開幕読めていてめくりから、あーこれはあビヨンナ運がいい、ギリギリ、しかし、ま、生きてるが、まだ生きてる、まだ生きてるけど、ニーアさんは体力を使ってこの、うん、残り、うん、どんどんこれを削りに来た、ね、そうですね、うん、しょうがないです。とりあえず飛びに対してはしっかりと飛行点で落として、飛び込みに対して飛行点出ない場合は遠い前だったらしゃがみ中足とかしっかりガードさ、まあそうですね、ガードさせて当たるのがいいんですけど、まあガードさせて飛行点まで、しかしじゃーんけんぽい、あーあーちゃんと張り手でね詰めてね、そうですね、厳しい、うまいねトネピー君対テさん、キャミーダルシム、またキャミーダルシムか、さあキャミーダルシム、おグリグラさんマイク、グリグラさんよろしくお願いします。どうもどうもどうも。さあテさんはキャラ隊も多分ひとし松本キャミーと相当やってるはずだと思うので、うん、多分かなり、うわこれは、うわ出すか、なんかいい勝負っぽく見えてかなって思ったけど、結構テさん一方的になりました。そうですね、やっぱ、ダルシムキャミーちゃんと分かってますよというワンばかりのラウンド1の取り方、うん、しかし、うガードしてる、ガードしてる、うん、うますぎる、どっち投げて受け身あり、もう一回投げる、ピー勝ち、素晴らしい動き。さあどっち、うっ、まあまあ中盤まではいいですね。あのチョップは、あー厳しい、おうまい、うわー画面端、うまい、あーここがきつくって、おこれあるよ、めくり、うわ撫でてガードしたけど、フーリガンまだ回る、どっち、あー撫でたのはテさん、マジか、
ヒデ対ミヤ剣ですね。開幕飛びがね、タッチ中で落とされるので、あ、しっかり対応してますね。ここのダグうまいけどピオらない、ピオリーチをしっかり守って、この前が剣は結構きついんだけど、波動打っていかないときつい気がするけど、確定ですね。開幕機構ヒデが一文字と相打ちですね。置き攻めうまい、中大しっかり当てて、キャラサップが結構あるかなという感じですが、話当たってヒデの勝利。現在、1P が1勝で 2P2 勝ですね。さて、2カカワシム、これ熱いね。東西戦とかでもよく見れそうな組み合わせだ。そうですね。さあ、開幕はう、ドリル、しかしう、ニカさんに結構起き上がりのヘッド重ねがあるんですよね、うん、はい、そうですね、うん、しかし暴走機関さんのごとく突っ込んでくる。なんだこれ、あはは、封殺、逆ストレートかなですかね、今の距離だと、うん、やばいな、うわーマジか、出させてから、うまいうまいうまい、片目がやばい、うわーマジか、仕込まれている、カワシム手出しづらいですね。いやこれはしかもゲージも溜まりましたからね。そうですね。あ、これはあーゲージが溜まってなかったガーサキ、どっちガードどっち突っ込んでくる、うっ、あ、手前から投げに行ったところ、あ、これはやばい、あしっかり待った、えっと、いいっすね今のガードの最後、ガードはかなり激アツ、熱い、ね、あー来た、おわこれはヘッドは当たらない、しかしまあお互い、あーあーこれはやばいやばい、運がいい、リーチか、さあうっ、スラスト強すぎる、なしゃがみダイパン、多分ドリル読みじゃないですかね、ですかね、うん、さあどうなる、熱い熱い熱い、これはこの場合は、あーこれはあしかし安い、どっち、あー投げー、投げ、いやー熱い試合でしたね、熱いですね、うん、さあ今 1P 側1の 2P 側が3、草 1P 草 2P 無限ですね、ここ草くんちょっと勝ってもらわないと、いやちょっとこれは勝てないと、もう負けられないんで、はい、そう、さあ開幕大100ですからです、ね、あれいいですね、ヨガファイヤー出しても大抵一方的に食らって、でまあ強ファイヤーだったらまあこっち言えますけど、別にそこまでダメージは勝ってるんで OK かなっていう、はいはいはい、あーきつい、しっかりしてますね、しっかりしてますね、安心して見てられるかな、チュンリー側としては。さあうまい、上から乗っかって早くの中継かな、あーうまいな、浮く感じのタイプにはさっきの、はい、ちょっと早めのジャンプ中継はチュンリー側としては、はい、結構有効なのかなって感じに見えますね、さあこれ
ですね。投げて、うまい、背中、おっと、おっとおっとおっと、なに、なめぷチュンリー、ちょっとチュンリーの舞、これはガード、どっち、これガードですね。ボタン押してた、疑惑、マジかマジか、ボタン押してるのにガードは熱いな。さあ時間ないぞ、どうする、ナムゲンさんは。あーこれはバンジキュース、ドリルからインフェルノしたいんだろうけど、しょうがないですね。いいですね、草さん勝利。では次、グリグラさん対オカムーさん、またホンダ7分の2を引き当てる。さて、フェーロンホンダ、またグリグラさんがなんで俺またホンダやねんって言ってましたが、大丈夫、そういうこと、本当に開幕、あ、すごい、大丈夫、開幕のダメージなんで、確かに、お、ゴブです。これいつも思うんだけど、フェーロンのこの手って本当なんか鋼鉄の何かさ挟まってる感じするよね、手の先に。いや、あの手の判定が電子レンジなんで、電子レンジ、なんか手の先っぽい電子レンジみたいな四角い判定が出るんで、はい、それやばいね。おお、2発当たって、どっち、 DJ のしゃがみ台パンは冷蔵庫みたいなのが出るんですけど、これは電子レンジ、これ電子レンジ、なるほど、ああ、うっ、きついっすね。あっ、あるあるある、あーあー、痛恨のコンボミス。いや、あのね、コパンが多分ね、キャンセルできないとこで当たったんじゃないかな。ああ、あのエンコパンが、うん、後半で当たったっぽい見た目が見えたけど、うん、どうなんだろう、どうなんですかね、コパンどこでもキャンセルできるのかな、ですかね、わ、わかんないっす。上、さあ、しっかり二度と削って、かく、あ、大丈夫これはもうリードしてるからね。そうですね、あとは冷蔵で、いや、電子レンジで、電子レンジを、電子レンジボタンをプッシュ、ニョキ、あ、ニョキって電子レンジが出てくる、ニョキって、あっため完了、そう、さあ、あー、あれね、中キックだと思う。あー、いいよ、さあ、ゴブです。電子レンジパワーが炸裂しない、オカマが当たって、うわー、やばい、このホンダの勝利、ぶっ込んでくる、ね、これで 2P 側の勝利が確定。最後、瀬尾さん対スノッピさん、食らいながら連打してたんですね、岡本さんがね。お位置を仕込んでんのか分かんなかったけど、はい、食らってる最中からボタンの連打音がして、そのまま張り手が飛んできてたっていう感じがしたので、はい、着地支援かな、ね、そうだね、うん、そうですよね、ね、そうそう。難しいんだけど、入力が、はい、さあ、うまい、ゲームがうまい瀬尾さんですけど、うまい、さあ、中川一、スノーさんもゲームうまいですからね、うまいですね。うまい、あ、打ち、これね、アントビまでついてくるのが間違いないな、うっ、いや、大丈夫なんですな、やばいでしょ、うっ、しかし冷静、瀬尾の人間性の、うーっ、これは熱い、あー、マジか、見てる、やばいわ、見てる、瀬尾さんやばすぎでしょ、う、開幕中足と中キックがチュンリー一方勝ち、ゲーム上手い人が使ってはダメなキャラナンバーワン、相打ちだが、ゲージ持たれた、ガイルが負けている、うまい、壊しか、どっち、うん、めくって、あー、しかしこの画面味大事にしたい、いいですね、吐かせた、しかし画面端が続く、うまい、さっきからね、なんかさっき違う、はい、最高さんとチュンリーやってた時も やってたんですけど、台足にね、ちゃんとあの中足でガエル、あの、はい、差し返してて、はい、うまいなと思いました。斉藤さんって誰ですか、あの最近あの第一週の最高ロニックさんのチュンリーとやってた時も、チュンリーの弦に対して中足で差し返してて、はい、うわー、うまいなと思いましたが、これはタイムが TBSタイム、ああ、さすがのあれだとね、避けても、よ、いや、避けたらギリギリ入るか、タイム的にどうですかね。さあ、開幕歩き弦から、いや、あれね、有効なんですよ、うー、マジか、あー、出た、これは返せないです、逆に出ちゃう、
あれはサマー出しても使われます。あーマジか。裏投げる高めに出してうまい。あー中返し読んでるな。これはせい難しい。ゲンからあそこから。あー投げたのはスロッピーさん。しゃがんでしゃがんで避けたかな。しゃがんで避けたかな。しゃがんだね。すごい明らかにわざとしゃがみましたよね。あれつかせるんですね、しゃがむと。えうわですかね。ただしゃがんだ。ただしゃがんだって。ニュートラルでしゃがんだから投げた。なるほどな。いや、その勇気がすごい。というわけで、2回戦目は 5-2 で 2P が勝利。すごい。さあ、これで5分。では、最終戦、トレッピー君対カワシムさん。これ当たり方いいね、ワンピー側。うん、当たり方すごい。さあやっていきましょう。まずはトネッピー対カワシム。多分キャミー戦はしこたま。うん、しかしやってるはずだが、どっち。ガードは硬い。うますぎる。うまいうまいうまい。うわーやばい。あああ、あー出ないがアフターフォローバッチリ。さあうーあの膝ダメでしょ。いやいや、そう画面トレピー君が指さしてます。なんだよあれみたいな感じで。あれはダメだし、あれはダメでしょう。さあ読んでいるが投げられた。読んでたのに捕まれるのはきついね。しかしあるぞ。投げてもう一丁。あーやーる。勝ったのはトレピー。あの膝ダメでしょ本当。あ後ろテレポ読んでさ間に合わないやばない。さあサイコクロニックさん対スロッピーさん。チュンリーガイル。先ほど熱い試合を見せてくれたスノッピさんだが、今回はタイプの違うチュンリー、どういう試合を見せてくれるのか。さあ開幕、おお来た。背中はしっかりとタッチパンで返す。さあまずはゲージが欲しいチュンリー。この辺から飛びにちょっと注意しながら溜まった。さあこれでうまい。しかし当たる。戦列まで入って下がり機構。これは完璧な試合内容。チュンリーのやっぱり戦列の一発が8パターンですよね。そうですね。いわゆるアントビにはいかなかったが、いや落とせない落とせないやつ。うん、裏手入ってうまいですね。さあ飛んできたが、これはちょっと落としづらい飛び。さあ溜まったが、うっうお、いい飛び。ジャンプチェックでめくりやすい。あこれはおえマジ出た。あれは無理だわ。あー裏手。今のもめくりから直サマーは、いやあれ絶対食らいますね。俺投げちゃいますわあれ。ピって感じのあれは食らいますわ俺だったら。さあ気候圏でしっかりモリモリ溜めて、あと3発くらいか。気候圏溜まってから動いた方がいいんですかね。そうですね、やっぱり溜まってその圧力を持っていきたいが、もうやばい溜まったが、これはもう、まあ、全然戦列一発食らってからみたいな。全然まだ大丈夫ですね。食らいたくはないけど。さあ背中で起きて、そうですね。うわあ投げて、距離離されたが熱か使って出ちゃった感じ。まあまあまあ、でももう一回頑張りたい。あ裏手やばい。ゼロドットは、あー冷静タイプ。うまい。次瀬尾さん対新谷さん。おじゃんけんにしようよと。じゃんけんの方が勝ちパターンがありそうという感じの発言なのかそれとも完全にじゃんけんスパークじゃんこれ。
さあ今1対1熱いですね。瀬尾さんはじゃんけんをさせてくれるのかってところですね。そうですね、見どころは。はい、じゃんけん拒否マシーンになりますからね瀬尾さん。さあどうなるんでしょう。じゃあじゃんけん拒否って最初から中野で結構やってるらしいですからね。うわ これは置いておいた、置いておいてから向こうがジャンプしたのを見て中、強キックに変えてるんですかね。あ、ですかね。なんもなかったら大パンで降りてくるんでしょ。ですよね。うわもうワンヒットでいいみたいな使い方、うん、冷静。あ、これは冷酷の心ですね。ウォーズマンですよ。あ、もうゲージがうまい。冷徹。しかし あれさっき言ってたやつ、 あれか。垂直をね、はい、垂直して中キックも潰せるという、はいはい、さっき言ってたやつですね、はいはいはい、まさに。あ、しっかり対空飛行、あれね、あの対空戦ですか。飛行を避け、垂直で避けて、はい、折り際に大パンをホンダ側が出すと、チュンリーのいろんな技を潰せるっていうのをさっき、教えてもらったんですけど、うん、まさに今やってましたね。ゲンもダメなんですか、あれ。うん、ゲンもダメなんだ。ゲンもダメ。勉強になります。さあ、早い早い。確かに下段技結構潰すんですよね、あの大パン。しかし、ね、あれはね、拾って正解ですね。うわ、踏みつけ。しかし、いや、ここは冷静に。うわ、冷静じゃなかった。瀬尾さんが。さあ、うわよっけって、瀬尾さんにチャンスを与えてしまったわ。このワンチャンはゲージ持たれた。飛行艇、飛行艇、惜しい。あの瀬尾さんの、あーマジか。あー、台で出してしまった。中だったら大丈夫、多分中だったら大丈夫ですね、おそらく。あー、なるほどね。あ、なるほど。さあ、ずらしでやったけれども台が出てしまったと。グリグラさん対テさん。でも気候モードになってる時もニーヤさんも、はい、いい感じに歩いてガードして、歩いてガードしてジャンプするんですけど、はい、瀬尾さんの気候が最速で出るせいで、あの狙いたいジャンプに引っかかるんですよね。確かに、あれちょっと遅かったら飛べるはずなんですけど、うん、ですね、早いせいで。最速気候だとホンダがもうなすべないですね。そう、さあフェーロンダルシム、今回の大会はグリグラさんにとってはかなり厳しいキャラ当たってるか。いや、ちょっと間に合わないか。おっと、あ、そうなんすね。へえ、いいテレポだったが、ガードを固める。さあ、いい勝負。え、マジか。マジで、あれやばいね、これは。あー、そのスライディングは強いぞ。しかし、え、いやー、いやー、これはバンジーケース。あれバックジャンプしても多分ダメですよね、今の感じだと。うん、間に合わないですね。え、その前のドリルをどうにか。あー、うまいか。投げて支援、固めが入る。逃げ出すが猛攻が続く。さあ、しかし、あー、そこの重ねは許さない。開幕はどうするかな。そうっすね、開幕超重要。どっち、かな。違った違った。さあ、ガードしてしまった。エンコパン、うまい。いいコパン。うっから、いや、さあ、ゲージを、おー、潰したが、ね、あ、おいしい。あ、しかし、もう一丁、もう一丁。いやあ、ゆしたが、OK でしょ。中キックが強い、あのジャンプ中キックがね、出させた。ジャンプ中パンを押していた。マジか。これで2対2、熱いな。草さん対オカムーさん。ホンダチュンリーですね。これヒデさん最後ですけど、はい、出番。さあ、ホンダチュンリー結構見ますね。そうですね。さあ、始まります。うわー、いやー、これは予定通りの行動だったはずなんですけど。そうですね。しかし踏ませて、いや、これはもう、これもうチュンリーペースです ね、ここから与えてしまいましたね。はい、あれ、チュー、あ、おっと、クライナでチュー、ダイバー、ガード、ガードでいいのか。ちょっと、まあ、ダルシムと違う。うわー、軌道フルヒット。これはまだ打てますね、飛行艇。あ、円柱パンいいですね。あれ多分円柱パン飛行艇まで多分ほぼ確だと思うん で、ね、今の感じだと。おっと、開幕。あーっと、
オカムーさんオリジナル。はい、何あれループすんの、やばない。あれやばいっすね。おっと中足、中足まで、あ、隠せんない。これはテンションから、どっち、めくって、あー出なかった、珍しい。さあ100巻がちょっと通ってってるんで、あ、いいですね、あのエンチューパン。しかし100巻が匂う。あーと、カルテンテンション、さすがに3度目の正直。あー逆に出た、スト 2X。 うわー、うまいですね、あの背中。どっち逃げる、でかい。どっちか全然分かんなかった。あー、いいですね、エンチューパン聞こう。さあ、うっ、確定している。ニカさん対ミヤさん、バイソンチェーン、はい、苦い顔をしているミヤさん。ワンピー側はリーチがかかってます。お、勝ったら何ですか、この10万石まんじゅうがもらえるんですか。イエーイ。さあ始まります。さあハードピヨるぞ。ピヨんないよ、運がいいよ、運がいいよ。 あいつ全然ピヨんねんだけど、どういうこと、何あれ。おい、ピヨリゲージないのか。あおい、なんでピヨんないの。どんだけだよ。何、課金アイテム使った、もしかしてスパ 2EX やってんの。EX 一人だけ。おいおいおい、 EX はやばいね。おいおいおい、なんだこれ。おいおいおい、うわやばい、これ。あ、間に合うんだよな。なんでピヨんなかったんすかね、確かに。いやいや、あれかなり食らったよね。5発ぐらい食らってピヨんなかったんだけど、うんね、よくわかんないね。いやめげずに波動拳、はい、大事ですね。ストーショルテンで、めくりに行くのか。うーピヨン、あー、さすがにね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 。いや、もういや、今のピヨリはいいでしょ。うん、今のはもうしょうがない、しょうがないでしょ。だいぶ食らった、全然いいでしょ。はい、次耐えた方だよ。うっ、うわー、やばい。あー、しかし投げ返した、裏に埋める。よくガードしましたね。ヘッド、大ヘッドはダメ。あれ強いですね。うまいぞ、うまいぞ、埋めてく。やばいやばいやばい、ゲージがあるから動けないマン。うわ、うろ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 動かない。うー、あーっ、あー、来た。これは甘えてしまったか。どっち、あー、出させて。とりあえずね、とりあえずね、短パン、あー、両イボー、あー、伸びる、伸びましたね、伸びる。さあ、勝ったっぽいんですが、ヒデさんには、まあ、個人的にね、すっきり締めたいんじゃないですか。どうぞどうぞ。 OKOK、 あの、チーム勝ったから。いやいや、さあ、最後勝ちたいということでね。はい、開幕。おーっと、謎ドリルからゲージ溜めていく。慌てないですね。まずは自分のペース作って、おー、なんかうろうろして埋めて、投げが確定して、ピヨル投げでいいっぽいか。とりあえず戦列見てると気づくんですが、ダルシムが何もやってない瞬間があるだけでチュンリーがどんどん有利になっていくので、ダルシムが何かをやった方が良さそうな気がする。ゲージをため、あ、それはかくって死ぬ。あー、大一般が出なかったか。今のはおつ、あっと、スライディングをしてガードして、とりあえず気持ちよくなって打った。わっとからヒデが決めに行きたがっているような気がする。わっと、大キック、何も出さなければ死なずに済んだのか。まあでもね、締めてね、負けてらんないでしょうというところだったのか。
というわけで、ワンピー側の今日は、チームトネピー、二回転、グリグラ、クサ、サイコクロニック、セオ、ヒデのチームの勝利、おめでとうございます。というわけで、勝利チームは、トネピーさんからのお土産の、中万石まんじゅう、うますぎる。中万石まんじゅう、マジか、やった、風が語りかけてきます。というわけで、のじあい皆さんやっていきましょう。お疲れ様でした。はい、でも10個あるから3個は誰か食べていいんじゃないですか、負けた人も。
Thank you.
ー